ロハイブニング始まりました。瞑想かバスケットボールチャンネルってことでやっていきましょう。唐突にアップされて皆さんびっくりしてるんじゃないかと思うんですけれども、まだね登録者数10人しかいないんでね、まあそんなこともないかなと思うんですけれども、さあやってきましたよ。バスケットボールをねぜひこう認知度を上げていって上げていったりだとか、もっともっとねこう有名にねしていきたいなっていう部分もありましてですね、B リーグも始まってから早3年もうすぐ4年が経とうとしましてね、もっともっとね皆さんにバスケットボールってものを知ってもらいたいですし、楽しんでもらいたいですし、もっともっと盛り上げていきたいなと思ってるところであります。そこでこう一役買いたいなっていうところで、やっぱりまあ SNS の力ってすごいですよね。そこでまあ僕もね少しインフルエンサーとしてもっともっとねやっていきたいなっていうふうには思っております。これ後ろのかっこいいですよね、スラムダンク。僕の頭が邪魔かもしれないですけれどもね、僕もバスケットボール好きで、まあ、こうやってねやっていきたいなと思ってるんですけれども、さあもう内容入っていきましょうということで、高校生たちの熱き戦いが始まっております。僕も待ってた皆さんすいません、遅れてしまって、もう早くも中盤が過ぎようとしております。見てわかりますよね、ウィンターカップ2018、クリスマスじゃねえや、12月23からですね29日まで、絶賛行われてるわけですけれども、いやー今回武蔵野の森スポーツプラザ、調布市、調布ですねにあるんですけれども、本当に僕も見に行って現地からリポートなんてしたかったんですけれども、ちょっとね行けそうもなかったんで申し訳ないです。去年はね見に行ったんですけれども、近かったんでね、今年はちょっと調布はちょっと行けないかなっていうところで申し訳ない。本当はね選手のリポートとかしたかったんですけれどもね、ちょっと自宅からねお送りしたいなと思ってるんですけれども、さあ3回戦終わりました。いやー今年どうでしょうかね、皆さん予想してた通りになったでしょうかね。インターハイは結構そのアンダー18で選ばれた選手とかがいて、その選手権やってたんですよね。でそれで例えばインターハイに出られない選手がいたりとかして、万全の、ね、状態で臨めなかったチームっていうのも意外と多かったみたいなんだよね。で今回それウィンターカップになって、多分やっぱ全国残ってくるチームっていうのはやっぱり3年生も残ってくると思うので、今回こそですね、まあ、本当の戦いになってくるんじゃないかななんてね個人的にはまあ思ってるんです。で、まあ、3回戦もうね終わっちゃったんですけれども、まあ、ちょこちょこね注目選手だったりとかっていうお話もしていきたいなっていうふうに思ってます。で3回戦波乱がありましたね、インターハイ王者開志国際高校、新潟ですよね、高校総代1位ですよ、敗れちゃいましたよ。桜岡高校愛知県、さすが愛知県ですよ、すごいですよね。しかも14点差離してますからね。うわこれ結構皆さん大番狂わせだったんじゃないかなと、バスケットボールファンの方はね思ってるんじゃないかなっていうふうに思います。でその後でもね山形県の羽黒高校かな、ごめんなさい名前調べてなくてごめんなさい、羽黒で合ってるかな、ね、すごいねベスト16入ってます。山形県東北から唯一ではなかったか、そっか東北結構いるか、明星と能代出てますもんね。でもねすごいですよね、東北勢本当頑張ってほしいなとは思ってるんですけれども、まあ簡単に詳細ですね、開志高校で桜子高校を勝ちましたね。で実践学園東京勝ちました。で福岡第一高校は地元のね僕静岡なんですよ地元、飛龍高校ね頑張ったんですけどね、結構力の差見せつけられちゃったんじゃないかなというところだよね。56対93、結構離されたよね福岡第一高校、さすがですよね、勝ってきました。そしてね延岡対東海大諏訪ですよ、東海大諏訪は昔は東海第三高だったかな確かね、長野県、すごい勝ちましたね長野県。で明星対前橋育英は明星、八王子学園八王子と帝京長岡勝ちましたね。新潟県開志国際の穴を打ちましたかね、で報徳学園兵庫と九州学園熊本の対決では報徳学園が勝ちました。そして能代工業対中部大学第一、愛知県高校総代2位のチームですね、すごいダブルスコアで勝ってますよ、あの能代相手に。
いや43対90すごいね、能代復活したかなと思ったんですけれどもね、でもすごい本当に古豪復活なんて言われてからね、ずっとここ最近出てきましたし、ね、平成高校とかいろいろバシバシやってたみたいですけれども、ここ頑張ってくれたのは本当嬉しいなっていうふうに思います。ベスト16ね、すごいですね、本当お疲れ様っていうふうに思うんです。そして明日ですよ、いよいよ準々決勝ベスト8が出揃いましたね。これどうなるんですかね、今回本当桜高校本当ダークホースだったんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですよ。で明日ですね、お昼過ぎからスタートですね、桜高校と実践学園ですね、 VS 実践学園、そして福岡第一高校 VS 東海大諏訪高校、そして明星高校対帝京長岡高校、そして最終試合で報徳学園と中部大第一の試合が明日あります。おいしいか、明日は1時20分からね、桜岡と実践学園の試合があって、最終試合4時40分、あ、違うか、最初じゃあ18時20分でしたね、間違えました、18時20分。いや見に行きたい、行けるかな、行きたいな、行きたいね、見に行きたいよね、いや楽しみですね、本当に熱い戦いが繰り上げられてます。その中でね、ちょっと注目選手、まあ、今回多分全国的にもね、もう多分みんな結構知られてる方多いんじゃないかなと思うんですけれども、3名ほどちょっと注目選手挙げていきたいななんていうふうに思ってます。その中で1人、まず中部大第一高校総体2のチームからですね、中村選手、ガードの選手なんですけど、この人ね、あれなんですよ、この選手、インターハイ出れなかったんです、そのアンダー18の方の、ね、大会に出てたんで、だからこのぜひね、このウィンターカップで雪辱を晴らすんだってつもりで中部大第一来てますんでね、本当に中村選手ね、ガードでありながらこうドライブとかの切れ味もすごくて、本当にスコアラーなんですよね。ぜひぜひね、確かキャプテンなんで、ね、4番つけてると思うんで、足を運んだ方はね、その中村選手、ぜひ注目してほしいですね。明日4時40分からの試合開始になってますね。で、次ですね、明星高校の田中選手。こちらも結構有名なんじゃないかなと思うんですけど、2年生の頃からですね、スタートとして試合には出てたんですね。で、去年とか多分スリーポイントとかが結構中心だったんですけど、今年はね、プレースタイル変わってきましたね。やっぱりこう、意識が変わってきたんでしょうかね、ドライブだったりとかパスだったりとか多彩にね、多分すごい守りづらい選手に成長してきたんじゃないかななんていうふうに思ってます。なのでぜひ、ね、明日明星高校は最終試合ですね、帝京長岡高校の最終試合、田中選手ぜひね見ていただきたいなというふうに思います。今年はね、あれソフトバンクがスポンサー、去年最近そうなのかな、僕もねそこまで最近見てなかったんであれなんですけど、ソフトバンクがスポンサーですごいよね、孫さんね、まあその話はいいんですけれども、あと一人、ここですよ、福岡第一高校の選手なんですけれども、松崎選手ですよ、ビッグマン、ザ・ビッグマン、1年生からねスタートとして出てたんですよね、すごいよね、190センチあるんですよね。で福岡第一高校は結構その走るバスケットっていうのを結構ねこう、まあ、モットーというかチームカラーに、してるらしいんですよね。でそこからやっぱり走るビッグマン、いやもう進撃の巨人だよね、190センチの人なんてこう見上げちゃうもんね、本当に心臓を捧げよなんつってバカかっていうところなんですけれども、本当にね この方もあれですよ、アンダー18の大会出てたのかな、だからインターハイ出てないかもしれないですね、かぶってたはずなので、で福岡第一高校は確か2人ねアンダー18選ばれてる選手がいるとかっていうところでね、今年ぜひウィンターカップまたねこう雪辱を晴らしに来るんじゃないかなっていうふうに思います。やっぱり福岡ってレベル高いですよね、第一と大堀とのその切磋琢磨の試合、やっぱり底力あるんじゃないかなと思いますので、ね、ぜひぜひ思う、てか明日がね本当大注目ですね、明日も見逃せないですよね、ここ当たらない感じがね、僕的にはねどこが残るのかなってところで、まあ、桜岡高校、福岡第一高校、あとはチーム大第一でね、これで、ね、明星かなっていうところでね楽しみですよね明日がね。なのでぜひね、本当お時間ある方はね、武蔵野の森スポーツプラザ、調布です、調布市、調布駅、京王線ですね、急行も止まりますよね、足を運んでいただきたいななんていうふうに思ってます。そうそう、調布なんですけれども、僕もこの前久々に行ったらね、駅めちゃくちゃ綺麗になってましたね、びっくりしました、めちゃくちゃ綺麗になってたし、なんかこう、すごいなと思って、なのでぜひね、バスケットボールだけじゃなくて、その地域に行ってね、地域の美味しいものだったりとか、そういろんな施設に行ってね、楽しんでいただけたらなっていうふうに、思っております。
それではね、今日はこんな感じで、ね、終わりにしていきたいと思います。でこれからもこういう感じでね、どんどんバスケットボールに関しての動画っていうのをどんどん上げていきたいなっていうふうに、特にこういう感じでね、まあ動画の編集とかそこまでできてないんですけれども、ここに顔写真を上げていったりとかね、あとは B リーグだったり NBA だったりね、今活躍している選手たくさんいますので、そういったところもね、随時お届けしていただけたらな、随時お届けしていきたいなと思っております。今日カミカミですいません、そんな感じでねやっていこうと思っていますので、ぜひねいいなと思ったことはチャンネル登録ボタンをねぜひぜひ押してシェアしてくれたらいいんじゃないでしょうか。というところでね、今日はこの辺にしてやっていきたいと思います。これからねバンバン行くんでやっていきましょう。皆さんでねバスケットボール前盛り上げていきましょう。というところで今日はこの辺でね終わりにします。これからねお休みの方も、これから出かける方もですね、皆さんにとって、素敵な一日になることを願っております。それではまた会いましょう。 See you next time.